はい、皆さんこんにちは。部長、今日はですね、はい、初の試みということで、野猿です。憧れだったんですよ。とうとう野猿師になってしまうと。語呂がいいもん、野猿師ってかっこよすぎるやろ。見てください、この顔。野猿師ですよ。じゃあ今日からもう肩書き野猿師でいきます。叩かれるぞ。いや、大丈夫です、はい、ってことで初めての今日は野猿釣りっていうことで、はい、いきます。はい、今日はね、亀屋戸町店でね、アジの冷凍を買ってきて、これをね、こいつですね、はい、カッチカチです。ラインとアジは直結なわけで、スーって行かないでしょ。だって行かないでしょうが。アジの尻尾にラインを巻くわけで、そう尻尾の方に、あー、もう付け方塗るかも。バシッとせんばさ、厳しいわけで。いや、その体はダメでしょ。ダメなの？うん、ダメでしょ。なんで？このくびれのところ、このラインがイカがこう誘うラインになってくるから、こう誘うラインになってくるから。何を言ってんの？全然話が違うじゃない。尻尾だけでいいんだって。どうなんですか、これ。どうですか？どうですか？まあ、いいんじゃないですか。一投目です。じゃあこれで立てかけときますんで、どうなることか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 。結果発表！はい、こちら、この前の動画でブリ釣ったやつですよ。え？サボがやばいことなってる。あ、見えてきた、見えてきた。見えてきた？でかい！でかい！でかいです。2投目ですね、人魚のサボが冷凍味でやられてしまいました。通り際のリスナーさんもいて、すごい恥ずかしい。バキーッ打ったから、これですよ。そういうことだったんです。すいません。もうこれで野猿師になれませんでした、今日は。探検機、そして来た。じゃあ、もう大丈夫だったな。逃げると大丈夫です。飛び入れる？今日は何事ですか？釣りです。イカ釣り。来ましたか？来ました。来ましたか？ちっちゃいです。いやいや、まあまああるよ。でかな？でかいでかいでかい。あだっす。卵借りてくるけん。お借りします。すいません。あ、長い長い。お、やりましたね。ロングキャスト。最近の、この間もロングキャストでしたね。へえ。おー、いいですね。ちょっと測りましょうかね。道場道場。785。おめでとうございます。頭。はい、ポイント移動してきました。向かい風3メートルぐらいかな。けどね、ここ潮がね、すごい速いポイントなんで、風より潮が勝ったらね、釣りになるんで。潮がスカスカです。シャドウから攻めようかな。シャドウ攻めますね。シャドウシャドウシャドウテテンテテンテンテンテカテン。今夜は山だ。ちっちゃいの釣れるよ。ちっちゃいの絶対釣れる。釣れた。ちっちゃいの、あったちゃん。ダメだ、ほら来ちゃったんだって。来ちゃってるんだってよ。あ、でも全然300、400、500、300、あはははは、すごいリアルイソスジエビ。さすがのやっぱ安定です、ね、ちょっと早めに、はいはい、やったよ。頭す、逆よ逆よ、そう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 、飛びなさい飛びなさい飛びなさい。来ましたね。はい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 、さっきよりはいいですよ。
はい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 。先より肩上がりましたんで。キロはないな。言いなさい。キロはないです。です、そうやろうが。タグる？タグったがいいですね。タグりましょうか、じゃあ。いいとこかかってるでしょ。はい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 。はい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 。はいはい。その手袋めんどくさいっすね。手袋が。ね。手袋が。はい、来ました。やまあ。サイズアップしましたよ。サイズアップしました。いや、あ、来たか。リアルイソ数字です。はい、お願いします。ゼロゼロです。おおおお。595、550。はい。おい、うわー、お、元気、おあ、行く行く行く、すごい行く。ごめんなさい。野猿氏本人の方。すいません。もう野猿さん。すいません。すいません、もう野猿さん、すいません。朝一、野猿をやるという話でオープニング撮ってると思うんですけども。はい。二頭目で竿がもう折れちゃいましたね。僕今回初めて野猿やって気づきました。はい。難しい。難しい。でもめちゃくちゃ難しい。めちゃめちゃ難しい。ってことでですね、野猿の方はね、ちょっとリベンジしましょう。そう。情報をね。うん。仕入れて挑みましょう。次は、はい、リスナーさんもなんか情報難度、はい、お願いします。こうしたらいいよ、ああしたらいいよなど、はい、詳しい方おったら本当に、はい、コメントなんかでね教えていただければ助かります。助かります。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、今回はね、急遽サポッティングになっちゃいました。サポッティングになっちゃいました。いいんじゃないですか、でも釣れちゃったんで。まあ釣れちゃったんで、まあ結果オーライですね。やっぱりリアイソ強いですね。いや強い。うん、リアイソ強い。安定してずっと釣れてる、何年も。もうこれで今日は上がりました。上がりましょうかね。はい。この動画を見て面白いなと思ったら、チャンネル登録、高評価ボタン、ベルマークも押してもらえば通知が来ますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。